皆様こんにちは。昭和女子大学食安全マネジメント学科でビジネス系科目を担当しております青木と申します。よろしくお願いいたします。バーチャル体験授業を始める前に学科について一言紹介させてください。食安全マネジメント学科、聞き慣れない名前ですよね。昭和女子大学の食安全マネジメント学科は、食のサイエンスと食のビジネス、このどちらも学べる学科です。食のサイエンスと食のビジネス、どちらも学ぶことで、日本の就労人口の1割を占める食品業界で求められる人材を育てる学科です。昨年のバーチャルオープンキャンパスの体験授業はサイエンス系科目、微生物学の紹介でしたので、今年度はビジネス系科目をご紹介します。今日は体験授業として2年生必修科目のコンスーマーマーケティング論から、ちょっとヒット商品はどうやって生まれるという題でご紹介します。実はこの学科、食品の商品開発を志望する学生が多い学科です。商品開発はマーケティングの一部です。受験生の皆様にも関心が高い分野ではないでしょうか。では、そもそもマーケティングって何ですか？聞いたことがある言葉、でも定義を知らない人が多いのではないでしょうか。マーケティングとは、分かりやすく言うと、売れる、そして売れ続ける仕組みを作ることです。別の言い方をすると、お客様に買ってもらえる仕組みを作ることです。企業のマーケティングの主な仕事、業務といいますが、こういったものです。自社、自分の会社の製品、サービスの売上成長、利益向上を果たす業務ということで、マーケティング戦略や計画を作ること、新製品の企画、開発、そして既存品も含めた販売促進キャンペーン企画、それから広告宣伝、広報活動、こういったものがマーケティングの業務と称されています。そしてこの授業では、座学でマーケティングを学んでも頭に入っていかないでしょう。身につかないでしょうという前提で、全員を6、7名の班に振り分けて、12班を作り、12班にこの4つのリアルな企業の課題の1つを当てがいます。この4つ、ロッテのレディーボーデンブランド再活性戦略、ダリーズの成長差別化戦略、ファミリーマートの中食新製品カテゴリー開発戦略、そして、埼玉県の麺戦略というちょっと変わった4つなんですけれども、この中で今日は3番目のファミリーマートの中食新製品カテゴリー開発戦略が当てがわれた2021年度の7班の皆さんの発表資料を交えながら、授業とマーケティングプロセスについてご紹介します。マーケティングには成功するために踏むべきプロセスや分析手法があります。いきなり思いつきのアイデアで新製品を開発することはほとんどない。もしくはやったとしても失敗する確率が非常に高い。なので、この授業では、このえんじ色でハイライトした部分をグループワークで行っています。では、最初に、この2番目のところにある 3C スワット分析についてご紹介します。マーケティングの最初の一歩は、自分の企業の現状を知ることです。で、そのために2つの、手法といいますか、考え方のフレームワークがあるのですが、その一番最初が 3C です。3C とは、カンパニー、コンペティター、カスタマーの頭文字を取って 3C というふうに言われています。非常に古くからある手法なのですが、日本企業でも外資系でもよく使う、手法、フレームワークです。
まず自社の強み、カンパニーですね。自社の強み、弱みを客観的に分析します。自社の優れた点は何なのか、劣る点は何なのか、ライバルに比べて何が劣るのかをデータを踏まえてしっかりと洗い出します。次に、コンペティタ、競合分析です。こちらも客観的にライバル企業の強み、弱みをしっかりと書き出します。そして、カスタマー、顧客分析では、自社の顧客の属性、思考、好き嫌いとかですね、行動パターン、購買頻度、こういったもののデータを把握します。続いて、SWOT 分析です。こちらは、SWOT、ストレンス、ウィークネス。これは自社の、競合に対する強み、弱みです。こちらが、内部分析とも言われるのですが、自分の会社の、強み、弱みを分析する。それに対して、O と T は外部分析というふうに、外部要因分析というふうに言われていますが、O はオポチュニティの O、T はスレッドの T。ということで、変化する市場環境で、どんなビジネスチャンスとどんなピンチがあるのかを分析するというふうに考えてみてください。この 3C スワット、何の役に立つのかと言いますと、売上成長機会を見つける。そして、自社の強み、弱みを客観的に判断することで、自社の強みを生かす。競合の強みを考えた上でマーケティング戦略を練る。いいアイデアがあっても、競合にすぐ真似されてしまうようでは、競合の方が自社よりもいいものを出せるようであれば勝ち目はない。ということで、3C スワット、こういうふうに、役立てます。では実際に、ナナハンさんがこの 3C スワット分析どういうふうにしたのかっていうのをちょっと1枚でお見せします。ファミリーマートさんですね。ファミリーマートさんの課題でしたので、ファミリーマートさんの 3C として、まずカンパニー、自社分析。駅中と駅周辺に、店舗が多い。片やオリジナル商品が少ない。そしてコンペティター。ローソンはツイッターフォロワーが一番多く、SNS の使い方がうまい。セブンさんは美味しいというイメージが普及している。そしてカスタマー、顧客分析、女性が少ない、時間がない人の利用者が多い。こういった点を、挙げてきました。続いてスワット分析として、ファミリーマートさんのストレンスとして、駅中、駅周辺の店舗が多い。これカンパニーの、ところから来ていますね。それが店舗数多い。ファミリーマートさん、セブン、イレブンに次いで2番目に店舗数が多いコンビニです。そして、まあ、ローソンさんも強いのですが、ファミリーマートさんも SNS の活用がうまい。方や、弱みとしては、商品の独自性がない。まあ、ないと言うとちょっと強すぎるかもしれませんけれど、セブンに比べると弱い。そして女性客が、少ない。これはまあコンビニ、他社さんも含めて、女性客が特に、まあ、主婦層が少ないというのが、弱みになっていますけれども、ここを挙げました。で、オポチュニティとしては、これは2021年度にやりましたので、コロナ禍で海外に行けない、そして、巣ごもり需要が、コンビニに流れてきているということで、まあ、外食ができなくなった分、コンビニ食が、まあ、特に、郊外にあるお店では売れている。それから、ビニール袋の有料化。これが、まあ、どうしてオポチュニティになるのかっていうのは、後の方で、ちょっと説明をいたします。片や、スレッド。脅威としては、ネット通販や宅配サービスの普及。そして、家庭的な中食が飽和状態にある。あ、ちなみに中食ってわかりますかね。外食と、完全な内ご飯の中間で、まあ、お惣菜とかですね。まあ、ちょっと、手を加えれば、ご飯になるというのが中食です。で、ナナハンさんがこの 3C スワット分析から課題として見つけたのが、女性客が少ない。
ファミマといえばで上がる商品が少ないというこの2つでした。それに対してでは今回の中食新カテゴリー戦略の目的として女性客を増やす、そしてファミマのオリジナル商品を作る、その戦略として女性客狙いなのであれば海外の伝統料理を提供する、そしてヘルシー志向のものを作って、SNS 映えを意識すると、ここにちょっと戦略として、ナナハンさんが挙げたのが、これをすることで、まあ、セブンイレブンに対しての2番手感を払拭する、そしてなぜ海外かというと、まあ、コロナ禍で海外に行けないというところで、行かなくてもこういう料理が食べられますよというのと、ありきたりな家庭的な中食では飽和状態にあるからと、まあ、こういった理由を挙げています。最後に、女性狙いなので、SNS 映えとヘルシーな料理ということで、女性の支持を集めようという考えだということです。で、3C スワット分析の後に今度は STP という、ものを考えます。セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの略です。じゃあ最初のセグメンテーションから。セグメンテーションとは市場のカテゴリー分け、細分化、グループ分けのことを示します。なんでこんなものをしなければいけないのかと言いますと、まあ、例えば、アイスクリームという大きな市場があって、そのアイスクリームという市場のままだと、これ市場と呼ぶんですけどもね、大きすぎて、ちょっと手が、どこから手をつけていいのかわからないと。で、アイスクリームを買うお客様もいろんなお客様がいて、目的、理由、用途、それからまあ年齢、収入、家族構成によって求めるものが違ってくるんですね。で、成功するマーケティング戦略というのは、その、この大きな市場の中からどこを狙うかっていうセグメントを見出すところから始まります。例えばアイスクリームですと、いくつかの切り口で考えられるのですが、価格を縦軸にして横軸を何にするかでいろいろな、セグメントが見えてきます。例えば味の濃さで、濃厚なのかさっぱりなのか、あるいは使ってるものでミルクとか豆乳、ヨーグルトで違うのかとか、容量で大容量のカップにするのか、小分けのカップにするのかとか、それから食感で違うのかとかいうので、例えばこちらの図で表してますように、市場のセグメントが見えてきます。で、例えばさっぱり濃厚ですと、これ、まあ、適当に丸を描いていますけど、この丸がそれぞれのセグメントだというふうに思ってください。こういう、例えば、5つぐらいのセグメントが見えてくるかもしれません。で、次に行うのがターゲティングです。ターゲティングとは、セグメンテーションで細分化した市場、カテゴリーですね。この市場の中の先ほどの5つ、なら5つ、のセグメントのどこを狙うかっていうことを決めることです。自社の強みが活かせるセグメントを狙います。なぜターゲティングが必要なのかと言いますと、先ほどもちょっと、セグメンテーションのところで言いましたように、企業はすべてのお客様のニーズを満たすようなものやサービスを提供することができません。お客様のニーズや、何を一番大事にするかというのは、そのセグメントごとで異なるからです。そして企業としては、勝つためには勝てるセグメントを狙います。狙うことで、そこの狙った丸のターゲットのお客様のニーズにかなった製品を開発することが可能になります。で、STP の最後の P のポジショニングです。ポジショニングとは、ターゲットセグメントで自社の強みを生かして、競合他社と差別化した自社独自の立ち位置のことを言います。このポジショニングを決める上で重要なポイントは、提供する価値やベネフィットを明確にして、そこを際立たせること。
お客様に分かりやすくかつインパクトがあるアピールをすること、そしてライバルとの差別化を図るということです。直接対決を避けるということも非常に、意識することが大事になります。例えば、ファミリーマートさんがすごくいい、製品を出したとして、翌週なり翌月なりにセブンイレブンさんが、似たようなもの、あるいはそれよりももう少しいいものを出してくると、もうそこで、勝負は終わってしまいますので、このポジショニング非常に大事になります。では実際に、7班が STP でどういったことを挙げたかというと、このようになりました。セグメンテーションとしては、男性、女性でまず切り口、そして年齢で一つ、それから中食なので、ワンコイン500円で買える範囲なのか、それ以上なのか、それからヘルシー志向なのか、ボリューム満点なのか、こういったいくつかの切り口で、市場の、セグメンテーションを考えます。で、その中で、じゃあターゲットセグメントとしては、若くてヘルシー志向、または流行に敏感な女性を狙おうと。そしてポジショニングとしては、そのターゲットセグメントで、ライバルとの差をつけるために、ちょっと変わった料理やヘルシーな料理を定番化する。そして、映えするランチボックスを使用して、SNS に敏感な層からの人気をという戦略に行きました。STP などは今度はコンセプト開発に行きます。ここのポイントは、STP をもとに自社の強みを生かして、お客様のニーズやウォンツに応える差別化された魅力的な価値を創造するコンセプト。こういった要素が大事になります。加えて、食品の場合は、食べるシーン、食シーンというのも大事になってくるんですね。同じ中食でも、昼ご飯として食べるのか、夕ご飯として食べるのか、そして平日に、食べるのか、それとも休日なのか、で、求めるものが違ってきます。ということで、ターゲット、提供するベネフィットだけでなく、食の場合には食シーンというものも大事になってきます。では、七班さんのコンセプトです。まず、ニーズ、ウォンツ、そのターゲットセグメント、女性、若い女性、ヘルシー志向、または SNS 映えを気にする女性の、ニーズ、ウォンツとして、何が満たされていないかというところを突き詰めていくと、おしゃれ感が足りない。今の中食。コンビニの中食には、女性向けの商品が少ない。食シーンとしては、お店、これレストランのことを言ってるんですけれど、わざわざ入りたくないけれど、おしゃれなランチを過ごしたいとき、あるいは、まあ、海外ドラマや、旅番組をお家で見た後で、その要因を楽しみたいとき、こういったときに食べれる。提供する魅力的な価値、ベネフィットとしては、おしゃれ、ヘルシー、話題性、異国感。というところで、突き詰めた製品サービスコンセプトが、世界食堂をテーマとした一風変わった料理をメインとして販売するというコンセプトに行き着きました。で、気軽に旅旅行、旅気分を味わえるヘルシーかつ美味しく、そして海外の雰囲気を楽しめる料理を近くのコンビニでということです。コンセプトが固まりますと、いよいよ、具体的なマーケティングプランに入るのですが、これ 4P と 4C、という、こちらもやはりフレームワークがあります。4P というのは、プロダクト、プライス、プロモーション、プレイスメント、この4つから来ています。そしてこれは別名、売り手目線。売り手というのはメーカーとかお店ですね。売り手目線、売り手視点のマーケティングミックスというふうに言われています。この時の、ポイントとしては、これまでの STP コンセプトと、この 4P、製品、価格、プロモーション。プロモーションというのは広告宣伝、キャンペーンとかもですね。含めて、そして、プレイスメント、これは流通チャンネルのことを言います。どこで売るかです。こことの連動性を確認する。
ということが、ポイントになります。これに対して 4C というのは、今度は買う側、消費者目線でのマーケティングミックス。こちらもちゃんとできてますかっていうのをチェックするための 4C です。で、この C は、購買価値、英語で言うとカスタマーバリュー、そして購入コスト、それから、コンビニエンス、利便性、そしてコミュニケーション。この4つの C から来ています。ここはもう少しちょっと説明を加えますと、まずカスタマーバリュー、この製品なりサービスを提供することで、消費者の要求を満たしていますか、問題を、悩みを解決していますか、そして消費者が得る価値というのは何なのでしょうかということを確認するということです。コスト、こちらの方は製品の価格だけではなく、購入に関わるいろいろな経費も考慮する。例えば買いに行く手間、時間、そして心理的な負担、これらは大丈夫でしょうかということをチェックします。そして、コンビニエンス、これは利便性です。例えば、まあ、中食であれば手軽に、試せますか、入手できますか、お店とのアクセスはどうでしょうか、営業時間とか立地はどうでしょうか。まあ、例えばこれオンラインであれば、いつでも買えますでしょうか、送料とかはどうでしょうか。送料っていうのは、まあ、コストの方にも関わってきますけれども、こういったことをチェックするという、方針です。そして最後に、コミュニケーション、顧客対話。こちらは、企業側は一生懸命メッセージを送ってるつもりでいる。SNS なり、ホームページなり、広告、CM なりで、一生懸命魅力をアピールしているけれども、それがちゃんと伝わってますか、そして、企業側が意図したようにお客様は受け取っていますか、それから、買った後のアフターサービスとか、も、どのようにしていますかということをチェックするのが、コミュニケーション。4C のコミュニケーションです。では、これもナナハンさんが実際にどのようにやったかと言いますと、分析したかと言いますと、まず 4P ということで、製品としては、人気の海外旅行先の伝統料理をメインとして、で、SNS 映えを狙ったチャイニーズカートンの導入。チャイニーズカートン後で画像でお見せします。そして価格としては、ワンコイン500円程度で済む。割と手頃。プロモーションとしては、ツイッターでリツイートしたら抽選でクーポンが当たるようなキャンペーンを最初に行う。そして、まあ、最初の2週間くらいは、買ったら飲み物1本プレゼントのようなキャンペーンを行うと。で、流通チャンネルプレイスメントとしては、まずビジネス街、かつ大学が多い千代田区、そして若者が多い渋谷区の店舗で限定販売、まあ、テスト販売してうまくいくようであれば、全国展開すると。これが 4P ですね。で、それに対して 4C、購買価格の方では、手軽に海外旅行をした気分を味わえる、袋なしで、チャイニーズカートなので、袋なしで持ち運べる、気軽に手に入りやすいという購買価値をお客様に提供する。購入コストとしては、500円というワンコインは他のお弁当の価格帯に合っていて、かつ、お釣りが少ないので、会計が早く済むというお客様の、負担を減らせる。そして、コンビニエンスの利便性、こちらは、まあ、店舗数が多いので、全国展開した暁には、非常に買いやすい利便性が高い。そして、チャイニーズカートンなので、袋がいらない。で、最後のコミュニケーション、お客様との対話では、これを SNS の公式アカウントで、アップして話題を読んで、写真から商品のイメージを植え付けて、で、ハッシュタグで、ハッシュタグをファミリーマート側が設定する。こういった、プランを、提案してきました。ナナハンさんの提案、まとめると、こういうことになります。若い女性をターゲットにして、海外の伝統料理中心のメニューを出す。そして、ヘルシー志向、ですから中身としてはもち麦を使ったり野菜多めにする。それから SNS 映えを狙った、これがチャイニーズカートンなんですけれど、チャイニーズカートン、そしてワンコイン。
で、こちらの上の画像は、まあ、スタンダードなチャイニーズガートンなんですけれども、まあ、映えを狙うので、上はちょっと透明のプラスチックで中身が見えるようにというのが、提案のポイントでした。はい。以上でコンスマーマーケティング論の体験授業、そして、実際に行ったナナハンさんの、発表資料を元にした、ご紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。